はい、えー、それでは皆さんどうもこんにちは時間になりましたので、えー、始めていきたいと思いますっ、えー、と今年のクリスマスセミナー第1部ということになりますけれど、はいえー、個人情報保護法改正無料公開講義ということでだいたいたですね80分ぐらいですかあお話ししていきたいと思います、えー、担当はレクセン任講師の横溝ですよろししくお願いします まあ、あの全国中継、えー、しているということですので、まあ、わずかながら、ねえー、多分全国あちこちでご覧になっている方もいらっしゃるのかなということですけれどあのレジュメ使います、えー、と表紙を写した方がよかったかな。こちらですね 1> 第1部です、間違って第2部来てないかな、第1部の方ですね、個人情報保護法改正無料公開開設講義って書いてあるもの、こちらの方を使っていくということになりますねあの。後ろの方を見ていただくと、そのレジュメのですね11ページ以下には、その改正された条文も全部、そこに載せてあったりはしますので。 まあ今後の、ね、学習内いし何らかの参考にする場合にあの詳しくその条文で確認するという場合にも使っていただくといいのかなということなんですね。はいでえーまあ、今回、個人情報保護法の内容なんですけれど、まあ、2017年5月30日ですか。 ですから今年の5月30日で、えー、全面施行ということになりましたで結構、条文数も増えてです、ね、以前勉強された方はイメージがだいぶ変わったというような法律になっているかもしれません、ね、80条を超えるような条文数になっていますし中の表題を見ると多分見たことがないような表題がいくつか入っているんじゃないかなと思います。あのちょっととそのの個人情報保護法の歴史とかね それからあそもそも個人情報保護法がどういうところで使われるのかとかその辺りの話ですね、えー、振り返ってみたいなというところからあ始めていこうかと思いますけれど、あのー、もともと、ちょっとこれは今日は書かなかったのでこちらの空いているところに少し書き加えておきますからあ画面を見ていただくといいかなということではあるんですが、あのー、もともと、ね、2003年の5月ですか。 個人情報保護法が成立したというのは、まあね、ご存知の方多いかもしれませんこれ、2005年の4月で全面施行というような形をとってました。 国内で直接きっかけになった出来事みたいなものもねあんまり普段の授業で言わないので、えー、お話ししてみてもいいかなと思いますけれどあの99年にですね1999年にあの京都府の宇治市というところで、えー、住民基本台帳データが大量に流出するっていうような出来事が起きてます。20万人分だって 二十万人分の情報がドーンと出て、えそれが全部名簿業者にわたって、えー、ものすごい数のダイレクトメールになって、その住民のところにやってくるっていうようなことが起きたんだそうですね。まああのー、ねそれが起きるとっていうのはやっぱり国内の中で、えー、なんとか個人情報の管理をもっと徹底しなきゃいけないねっていうような話が出てくるのは当然だということになります。あともう一つ外国からの圧力もあります。特にあの EU ですか。EU のところ。 ところがあの個人情報についてはあです、ね、しっかりした管理をしているところでないとその EU 側の個人情報を渡さないよっていうようなことを言い出してでアメリカとか日本は慌ててえその個人情報の整備を一生懸命始めるっていうのがだいたいこの頃だったそうです。なので、まあ、2003年の5月に成立、まあ、反対論も非常に多かったというのはこの頃のことをご存知の方いらっしゃるかもしれません。あのテレビ局がね えー、個人情報保護法成立に反対する特別番組を組んで,でそれで、えー、大反対っていうので1時間ぐらいのスペシャル番組をガンガン流すなんていうことは、まあ、当時 TBS とか日テレとかよくやってたのを記憶してますのでちょうどレックの講師になったばっかりの頃。 なんですよ2003年の成立だからあの私がここで教え始めたの2001年なんですよ2001年の7月からやってるもんですからねだから2002年ぐらいかなそういうようなあのテレビ番組をやたら見てたような記憶があります。で あの施工から10年経って2015年今回の大改正というような運びになったというのが今日お話しするものだと思ってください。これが2017年の5月30日に施工されたということですねこの辺りの大改正の背景というのは最近の行政処置試験に出てますけれど。 例えばビッグデータの活用なんて言われるような話などはここ数年の行政書士試験の情報の、ね、ところの問題として顔を出してたりするでしょそれからクラウドコンピューティングというようなもので個人の情報を全部そのネットワーク上で管理するような話ですねそれがあ、まあ、今年の試験なんかで出てましたけれどそういうものもあるし、まあ、あ,あとは やはりインターネット・オブ・シングスっていうね IoT と言われるようなものですか、まあ、それなんかもやはり情報の流出というようなものがより、えー、強くですね心配される状態になってきたというのがあったのでまああの現在の科学技術の進歩に合わせる形で全面改正をしたということになるんだと思ってください、まあ、それがねあの今回レジュメの1ページの上から出てくるような内容なんだというまず位置づけのところですねそちらご確認くださいそれ からもう一つですね。適用範囲です。あの個人情報を保護するルールっていうのは色々あるんです。日本の場合はいろんなものがあの、いろんな法律でいろんな形で保護されてるって形になります。どこが持ってる個人情報かによって、その適用されるルールって変わってくるっていう話がありますよね。 例えばあの地方公共団体なんかが持っているような個人情報であればそれは一体どういうルールで守られるということになるのかというような話なんだけど、まあ、せっかくだから聞いてみるねえー、全国中継だからあのなんか今目が合っちゃったえー、っとね一番前から当てるってことはしませんえー、っと壁側の4番目のそのね男性眼鏡かけた男性の方地方公共団体1発目だからね あのぜひしっかり答えてくださいね,あのね、えー、と地方公共団体が持っている個人情報の管理は何でルールをまず作るんでしたっけ地方公共団体だからヒントは。やっぱりいろいろそれぞれ自治体ごとにいろいろ事情があるでしょうね。っていうことだとすると。 プレッシ車ー大きいよね、今ちょっとハードル上げちゃいましたからね、<laughs> だいぶね、すみませんね、なんかねあの、もう帰るとか言わないでくださいね。<laughs> えーとでは、そう、条例です、条例、条例、あの地方公共団体の個人情報の管理というのは条例でやるというのがまず出発点だったりします、国の行政機関は持ってる、国の行政機関もいっぱい個人情報を持ってるでしょ、それの管理は何でするんでしたっけ、な何でするんだった 何の法律なかったよねあの国のおところが持っているような個人情報の管理は何の法律で そそうそう行政機関個人情報保護法というのがあの国の個人情報をコントロール国が持っている個人情報の取り扱いのルールを定めているのが行政機関個人情報保護法といわれるものですねこれはちょっと試験対策って感じになっちゃいますけれど行政機関って言葉をこの分野で耳にしたら国の行政機関だけを指すというのがこれが用語の使い方のルールです。 だから行政機関の情報公開法って言ったらこれは国のところの情報を公開するルールをコントロールしているものっていう言い方になるっていうところもまあ同じような話だったりはするということになりますよね独立行政法人はここまで来るとなんとなくわかるでしょ独立行政法人は とね、先月入ったばっかりの人にそんなことを聞くのもあれかもしれないけどなんとなく今の流れでわかりません、独立行政法人といったらちょっとちょっっと一人下がってみましょうか独,立法法独立行政法人の。の うーん独立行政法人のまあいいとこまでいったねこれ独立行政法人の個人情報保護法ですね。独立行政法人は独立立行行政政法法法人人人はで個人情報保護法がありますあの、まあ、これ試験対策的なところにもなりますけど適用範囲は実は試験でよく出てるのね。 あのどの個人情報をどこのルールで管理していくのかっていうのはやはりしっかり分かっててくださいそうじゃないと今回の個人情報保護法が一体何のところの個人情報をコントロールしようとしているのかっていうのも、まあ、そこから出てくる話なので結局今地方公共団体があった独立行政法人があった国の行政機関があったあと個人情報を持っているところの大きなカテゴリーとしては民間事業者っていうのが出てきますからこの民間事業者のところが個人情報保護法でコントロールして コントロールされるべきものという話にに落ち着くことになりますねただあの、この個人情報保護法、ちょっと構造もこれも改めて書いておきますがあ法律の構造としてね法律の構造として、えー、個人情報保護法はこれは2段階方式になってますね。 二段階方式になっているってことも知っててください大きく分けると基本法と言われる部分とそれから一般法と言われる部分に分かれます まあこの辺りもせっかくだからですねあの後ろに条文も上げておいたのでこの辺がそうなんですよって話もしておきますからああぜひえ11ページですかレジュメの11ページのところの条文も合わせてご確認ください。でね個人情報保護法の場合まずは 基本法といってですねこれは民間事業者の個人情報のね、えー、使い方のコントロールをする法律だって言いましたけれど実は一部そうじゃないところに使うものが入っているっていうのがちょっとこの個人情報保護法の変わったところですよね。あのー、まあ、1条2条ははこれは まあ言ってみればあこの法律の目的と定義ですからまあまあこれはいいんですけれど実は3条から14条までね条条から14条まで今回の改正ではほぼ変わってないです条条から14条はほぼ変わってないですなぜかといえばあ個人情報の保護に関するですね国の施策とか地方公共団体の施策のもう土台を定めている部分だったりするのでそこはそんなに大きくは変わらないというのが一、まあ、つあるんでしょうね。あの 基本法部分と言われるところこれ3条から14条のところが基本法部分というふうに考えていただければいいかと思いますあの特に4条から始まっているところで第2章で国および地方公共団体の責務なんて書いてあるじゃない、まあ、あのはっきり変わったの1箇所だけなんで今、先にね、えー、ここが変わりましたってことは指摘しときますからあの条文の中見ていただくといいけれど、えーっとね、6条っていう条文がありますよね。 6条という条文の中でちょっと前に拡大してギリギリ映してみますが、まあ、字はそんなにはっきり見えないかもしれないけれどあの12ページの右側の欄の上の方ですね6条の真ん中から後半の方ですか上から3行目と言ったらいいのかな。 あの国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて各国政府と共同して国際的に整合の取れた個人情報に係る制度を構築するためってて書いてありますよ、ね、あの国際的な協力とかあの情報がですねインターネットを通じてあっという間に海外に持っていかれてしまう。 あのグローバル化への対応という話で後でしますけれどやはりあの個人情報保護法を一部海外で起きた事案にも適用するとかあそれから、まあ、国内の個人情報取り扱い事業者といわれる個人情報を取り扱っている業者さんが海外でその個人情報を使うときにも適用する罰則もそこまで拡大して適用するなどしてやはり外国に持っていかれたときに追いかけていけるようにということを考えたルールが。あ この後いくつか出てきますグローバル化への対応というのはやはりこれは国の施策としても少し変えざるを得なかったところって話になるんでしょう他はね、ほぼほぼ変わってないです、やっぱりあの基本方針はそんなに変わらんだろうというところがあるんだとは思いますのでここだけちょっと変わったよというのは先取りでお話ですこれがあ基本法部分と言います。 それから一般法というのは15条から後ろです15条から後ろが一般法部分と言われるものでここからがやっと民間事業者が持っている個人情報の取り扱いについてどうあるべきなのかということをあれこれ定めている部分ということになりますただ今回ねマイナンバー制度とかいわゆる個人番号制度などができたりしてですね、その結果もともと個人情報保護関連の業務は 消費者庁が2015年まで担当はしていたんですがもう2016年の1月1日から個人情報保護委員会というところに管轄が移されていますで、そこはあのマイナンバーなんかも含めて全部管理するっていうような結構巨大な組織になってはいるんですね、そんなに人はいないけどあの管轄範囲が巨大というそういうイメージです。で この個人情報保護委員会の設置根拠が59条から置かれているのでこの59条から74条かな59条から74条のところで まあ、あんまり今日はそこまで触れないかもしれないけどこの個人情報保護委員会っていうようなものの設置根拠がここに置かれているのだからこれは民間事業者だけじゃないし民間事業者の有する個人情報保護のルールの場面だけじゃないんですよあのマイナンバーなんかのところの管轄って話も出てくるのでちょっと一般法のエリアを超えてしまっているっていうようなあ側面があるというふうに評価することはできるかもしれません。まあ、あの非常にに複雑に なっちゃったっていうのがまあいろいろね、えー、盛り込んだ結果ということなんでしょう。まあ適用範囲とそれから構造についてはまずあの基本知識としてね把握しといていただけるといいのかなということです。はいでは今回の具体的な改正ポイントですね、えー、レジュメの一ページ目から見ていってみましょうか。 あの2015年に改正されたこの法律なんですが一部は2016年1月1日から施行されてましたあのさっきの個人情報保護委員会のところの条文なんかはすでに2016年1月1日から施行されていましたしそれから目的条文なんかも内容が変わったものはそこから施行されてましたまああんまり支障がないところやマイナンバー制度との兼ね合いで先に 発足させとかなきゃいけなかったところはあ先行スタートって形になったんでしょうで一番大事な部分が今年の5月30日施行という形で、えー、まあ日の目を見ることになったというものです大きく分ければここに上がってるようなものがあ改正ポイントということになります、まあ、これ以外にも細かいところの条文がちょこちょこ変わったりしたものはあるから、まあ、それは最後にね、えー、この辺変わったよってさっきみたいに 指摘をしておこうとは思いますけれど、まあ、項目立てすればこんな感じですまず個人情報の定義が変わりました。このあたりは あの2017年向けのね試験対策をやってた方はそこで、えー、ひょっとしたら何か概要が出るかもみたいな感じでお話をしていたところがありますからあ聞いたことあるなって方もおもしかするとこの中にもいらっしゃるかもしれませんけれどまあ個人情報の定義が変わりました個人情報取り扱い事業者っていうものの概念も少し変わってます。それから3番目匿名加工情報制度というのが できたということになりますが、まあ、匿名、えー、加工情報と言われるようなものが新たに加えられましたなんだこれって感じの話ですがこのあたりがビッグデータと言われるものを活用していこうというところに、えー、くっついてくるものですそれから第三者提供ルールがあのベネッセさんの一件などを、まあ、反省材料に新たに加えられています、えー、第三者提供のルールの変更ですね やはりあの後でもまたお話ししますがあのベネッセさんの名簿流出というところは。 まあ関連会社に来てた派遣社員の方がね結局持ち出してしまったというような話ではあったんですけれどそこから先どこ行ったかがわからないという名簿が一体その先どこにどう流れていってどういうふうに分割されて今どこにあるのかが全くわからないって状態になってしまったんですね部分部分はわかるんだけどそこから先どう流したかなんて向こうも記録取らないんでわからないなんていうのがあったのである程度追跡できるようなシステムを入れようよっていうそんな改正も行われています。それからはい 初めて個人情報保護法違反で摘発できるっていう刑罰の新設ってものもまたできたということになってます。それから個人情報保護委員会の権限が拡大グローバル化への対応というのでまあまあ概要だけ見てもね結構新しい概念がいろいろ入ったんだなというような印象を持っていただくといいかもしれません。さて目的条文です。 まあね、こういうようなやはり一定の行政目的を持って作られている法律は目的条文大事ですね。どういう目的でどういう方向性で、えー、この法律を使っていきたいのか、あのこれは二千十六年からすでに施行先行施行されてたのでご覧になっている方もいらっしゃると思います。えー、まあ一回ねざっと読んでみますけれど、究極の目的はここだというのを先に指摘しておきます。えー、っとね一二三四五六七八行目です。 ね、以前試験受けた方などは懐かしい言葉かもしれませんここはね、えー、個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護するというのは まあ、2015年以前の本試験をもし受けている方がこの中にいらっしゃったら当時よく出てたあもう個人情報保護法の目的といえばこれだよねっていう選択肢が繰り返し出されていたっていうようなものだったりします。まあ、あの去年と今年の試験はね個人情報保護法が出てなかったので、まあ、その辺りで合格されている方だとあんまりピンとこないかもしれませんけれど、まあ、これが究極の目的ここは変わってないです。ただこのの有用性というようよなものがう 実際にです、ねえー、過剰反応という形で利用を邪魔されているという指摘が以前から非常になされていたということなんですね。<laughs> 過剰反応という問題がありました。<laughs> 施工された頃の、えー、事件と いうことになりますかねあれはねあのう2005年ぐらいかな JR 西日本ですかなんかねこの間はなんかあのう系があるのに。 別にいいいんじゃないのみたいな感じで名古屋まで走らせちゃったとかいうようなことが本当かどうか知りませんが言われてると JR 東海の社長が怒ってるというそういうニュースが出てました結構深刻な亀裂が入ってたなんてありましたけど。JR 西日本っていうとう2005年の頃に えー、福知山線のですね脱線事故っていうあの電車がマンションに突っ込んでったったいうものすごい、えー、大惨事が起きたことありますね、あれ、個人情報保護法施行されたばっかりの頃だったんですね。で、あの病院側があこの個人情報保護法を盾にですねその被害者の情報を家族などに教えないっていうそういうような不思議な反応が起きてしまった、これ、東日本大震災でも同じことが起きてたそうです。やっぱ自治体が怖がががが怖怖るるととかか民民間間の病院が怖がるとか特に民間が 怖がれば個人情報保護法の問題になりますね。ということでやはり過剰反応というのが非常に問題視されていたで一方でやはり ICT、ね、の進歩というんですか、まあ、とにかくインターネット関係の進歩というのが目覚ましいものですから、まあ、その中で情報を上手に利用していきたいというところがあるこの文言が加わってるんだよというのは知っておきましょうね。 はいえー、と冒頭をちょっと拡大しておくけど、一、二、三、四、五、六行目ですか。えー、個人情報の適正かつ効果的なから、二、えー、行下がって、であることまでを鍵括弧に入れてみました。線引いちゃうと、あのー、見づらくなっちゃうんで、鍵括弧でくぐっておきます。ここが、二千十六年一月の施行の段階で、従来から新たに加えられている文言です。まあ、このあたりに、今回の改正の狙いが。詰め 込まれてていいいると言ってもいいかもかしれないですね個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活用ある経済社会および豊かな国民生活の実現に資するものであることこの辺りの狙いがおそらくビッグデータの活用で新たな産業を起こしたいというような政府側の狙いのところにマッチする言葉ということになるんじゃないかと思います。 まあ、あこういったような文言が新たに入ったというのは、まあね、今度の試験対策としてもしっかり知っておかなきゃいけないし、まあ、まあもうすでに合格されている方もこの中にはいらっしゃ,い、えー、いらっしゃるようですから、まあ、そういう場合はあそうなのかなぐらいでいいかもしれませんけどあの来年の試験を受ける方はあ結構大事な文言ということになってくるだろうとは思いますあの過去の、ねえー、ケースを見ても目的条文はやはり試験でよく出ているというのが実績としてありますので当然狙われるだろうと だろううとということなんですねでは、個人情報の定義の変化というものですね、そちらに移りましょうか、2ページの上のスライドです。 ははいこれはあのまずね、原則的な知識として知っててください、あの個人情報といった場合はあ2ページ上のスライドですが必ず生存する個人に関する情報であるということ、これは変わってません、あの死んじゃったら個人情報保護の対象から外れます、ねそれはあの亡くなった方本人の情報としては保護されなくなります、あくまでも生きている人だけ。もちろん 遺族の情報の一部にその亡くなった方の情報が含まれるのであれば保護されるというような話はありますけれど。 まあそうでない限りは保護の対象から外されるってこれはまあ品質事項だったりもするし、まあねえー、まあ試験対策に関係なくきちんと知っておくべきものですそれから1号のところは特に変わってませんこれ間結構ですね、まあ、必要ない言葉を全部削除して大事なところだけをぎゅっとまとめた感じの文言にしてあります読みづらいので,で当該情報に含まれる名前とかそれから生年月日とか 個人識別符号の話は後で触れるとして特定の個人を識別っていうのはこれは大事なキーワードだったりしますよね。特定の個人が分かるというような情報は全部個人情報ですね。だからプライバシー情報とはちょっと概念が違いますね。 プライバシー情報というのはまだ人に知られてなくて人にね知られたいとは普通は思わないだろうみたいな話などがまあ完全に個人の生活に関わるものでとかねあの宴の後事件みたいなところに出てくるようなプライバシーの概念というのに当てはめればそれと個人情報って違いますよね皆さんのお名前は今日はだって出席簿に書いたでしょ。 っていう必要に応じて名前とか住所電話番号生年月日なんてものは書いたりはするわけで公にするということを前提にしてますねだけどそれを見れば特定の個人が確認できるというものではあるわけでそれは従来から個人情報であるというふうに評価されるものと思ってください。特にに他のののの情報とと、はい、容易に称号なんていいいううが大事だというのはまま、うん、まあまあ2015年ぐらいまでで試験対策で <coughs> ねえー、ご一緒したことがある方であればああ聞いたなって話ですよねあの行政機関個人情報保護法の場合の個人情報はこの容易にがないみたいな話をよくしていたところですだからあのメールアドレスだけで個人が特定できない場合ありますね、えー、もう全く規則性のない数字とかアルファベットの並びで、えー、メールアドレスが作られていてそれ見ただけではとてもじゃないけど誰のものだかはわからない。 だけどその他の名簿とかいろいろなものと簡単に照らし合わせることでああ横溝さんだって分かってしまうんだったらメールアドレスも会社で配布されるアドレスみたいに最初からアットマークの後会社の名前でね前はその社員の方の名前みたいな感じになってるアドレスだったらこれはもう一発であああいつだねって分かっちゃいますからもうそれだけで個人情報なんですけど、まあ、そうじゃない場合は他の情報と 容易に称合できるってこのあたりは民間事業者の負担を軽くするために容易にって文言入れてるんでしたねそして今回これが加えられたの個人識別符号っていうものですこれは聞いたことがない方もいらっしゃると思いますで個人識別符号はい下に出てきますあのね2タイプあるんですねまずは1号個人識別符号と 言われるものです、はい、この「1号個人識別符号」と言われるものはどんなものですかと言われたらその四角の中はまあ序文の文言を入れてるのでうんそれを見てもうにゃと思うかもしれませんから丸1から丸7まで見てみてください。 最近はこういういものがデータ化されるこれただあのね指紋が写真で撮られてるとか言うんではなくて全部データ化されているだから簡単に、えー、この人だっていうのが特定できるような状態になっているっていうことが1つ条件ではあるんだけれどやはりデータ化されている究極の個人情報である遺伝子情報というのが1ですね。 こう遺伝子情報もデータ化していればそれが蓄積されることで誰のデータかというのが全部こう紐付けできるような状態で管理はできますのでそれを個人情報として保護しないともう個人情報を保護していることにならないんじゃないかというのが一つの狙いです、まあ、その他二2から7までご覧の通りですいろんな形でこれ、えー、いわゆるバイオメトリクス認証と。 言われるやつです。バイオメトリクス認証。まあ、カタカナが嫌いだったら、あの、生きてる体、生きてる体で生体認証って言ったりしますね。 あの本試験受けたことある方はバイオメトリックス認証っていうのは、まあ、よく試験出てくるのであの見たことあるかもしれませんここ10年ぐらいの本試験問題ご覧になったことあるんであればあバイオメトリックス認証っていうのはちょっと懐かしい言葉だったりはしますが、まあ、普通にマンションの入り口なんかでもそういう認証をして向こうが持ってるデータとこの人の、ね、手のひらをパッと合わせた時に「あ本人です大丈夫です」でパッと開くとかねそういったようなものというのは会社やそれから身近なところにたくさんありますよね。そうい ものが流出したらやはりそれも名前とか住所などが流出するのと同じもしくはもっとダメージがでかいかもしれないのでやはりしっかり管理しなければいけないのではないだろうかこれが1号個人識別符号と言われるようなものだと思ってくださいはい裏2号2号ですはい、えー、2号個人識別符号と言われるものです あの当当たたたる例例らないいいいを見ていただくといいです結局ねなんかあの条文の中に書いてある話とうんなんか一致しないような気もしなくはないんだけど公的に割り振られた番号みたいなものをどううやらすすようですね公的に割り振られているものだから旅券番号ってパスポートの番号だからあと基礎年金番号運転免許証番号住民票コードおー個人番号っていうのがいわゆるマイナンバーですね。 それから国民健康保険や介護保険の被保険者証には必ず番号が投資番号で振られていますそういったようなものなどはやはりそこから特定の個人に行き着くことはできるだろうということですこういうデータを民間事業者がいっぱい持っててそれで名簿を作っていれば簡単にそれで紐付けて特定の個人に行き着くということは別に不思議ではないはずですからそれが個人情報の保護の対象になる。 というのが個人識別符号と言われるものの2号ですねあのクレジットカード番号はまだそこまでは行ってないというので当たらないというふうに判断されているそうですそれからあの携帯電話番号も結局これは、ね、ただ番号だけってことになっちゃうとあの個人で何台も持てたりするっていうのもあるでしょうし、まあ、これを持って特定の個人にこれだけで行くというような個人識別符号に入れることはできないかな、まあ、できなくてもこのあたりは 他の情報と容易に称合するって形で個人情報のね従来の個人情報の方でカバーすることはできなくはないだろうと思いますからそれで当たらないんだと思います行政書士合格して登録すると登録番号が登録証のところに書かれて割り振られることになりますねあれも今回当たらないという話になっているんだそうですどういうものが当たって当たらないのかっていうので見るとどうやら公的に行政側から割り振られるような番号が あ個人を特定できるものだというふうに言えるものがこの二号個人識別符号というところに当たってくるようです、まあ、一応文章を長々と書いてあるからポイントになるところだけ指摘しておきましょうかね一二三四行目あたりですか、はいえー、利用者もしくは購入者または発行を受けるものごとに異なるものとなるように割り当てられているというようなものそして そのお利用者もしくは購入者発行を受けるものを識別することができるというそういうようなあものであるということだからもしかしたらこれからまたあのこの辺りの細かいところは政令とかそれから個人情報保護委員会の規則とかいわゆるあの行政立法ですね。 行政立法のところで細かいことを全部決めていっているので、まあ、これから広がっていくって可能性はなくはないとは思いますが今のところこんな感じで、えー、コントロールしているんだっていうのはあの知ってておいいいいただくといいですそれから今回の、まあ、改正の1個の目玉になるのがこちらですね、はい、要配慮個人情報と言われるものです。 これはもう中身、資格の中直接見ていただければ大体内容を分かっていただけるんじゃないかと思います。行目かな、はい、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取り扱いに特に配慮を要するものです。代表例は人種、まあそ,らそ,うですね、それから、心情心情というのはいわゆる思想良心の自由で保護される 特定の世界観とか人生観とかそういうものです。それから社会的身分。憲法でやるでしょ。社会的身分ね。憲法で社会的身分って言ったら、具体例としてはどんなものが上がってたか？と言われたらどんなものを想像するんでしたっけ？社会的身分って何だった文<知>ん？門地は別あれは家柄あのよくね。人種信条社会的身分門地とかって言ってるけど、あの？ モンチっていうのは家柄ね、どこどこ,どこ家の横溝家の出身だからみたいな話でそれで、えー、他と不当な差別を受けてはいけないみたいな話になるのがモンチなんですよ。じゃなくて社会的身分の具体例って言ったらそれはどんなものだったかなどんなものだったそうそうあの着出死とか非着出死とかっていうのが社会的身分の代表例です。 ととといいいいいうここになりますすれは知っといていただくといいですね社会的身分って言ったらあの着出子とか非着出子のあの相続分差別の判例とかあるでしょうあれはまさに14条が保障している社会的身分による不当な差別の禁止にあたるっていうので憲法違反だって話にまあ簡単に言えばなってます。ですから社会的身分にあたんだよっていうのは知っといてくださいよ。それもやっぱりねね日本の場合は、ね まだ着室しか非着失しかで何らかの形でいろんなあの偏見があったりはするでしょうからまあそういったところをっていう話なんでしょうね病歴犯罪経歴犯罪により害を被った事実っていうのもまあなかなかねこの辺りはその犯罪の種類によっては あ,あんな目にあったんだみたいなものが逆に差別になっちゃうという場合はあるでしょうから、まあ、そういったものですねまあ,あのその他いろいろ政令で定める記述などと言ってますので結局これあの委任してるということになりますかこのたりはまあねこれから来年受ける方向けということになっちゃうけどいわゆる行政立法の場面で法律の方から政令などに委任をするっていうようなことをやってる もの,ですね、あのものすごく何を政令で定めてほしいかということを範囲を限定して投げてますね。 だからこれによって政令の中でまた具体的な内容がその範囲でいろいろと定められてくるということになるんでしょうね。あのこの要配慮個人情報も EU とのの関係が非常に強くです、ね、意識されたものです EU 側が日本の個人情報の保護は不十分だという認定をしているんだそうですけれどそれはなぜかというとこの要廃慮個人情報のところの管理がなっていない。 これあの日本だけじゃなくてオーストラリアとかもそううなんだそそですオーストラリアもそれでにらまれてあの不十分だって言われちゃうとそうすると取引が結構やりづらくなったりするっていうのがあるものですからでアメリカはアメリカであのフェイスブックが1回、揉めたんですね EU とあの忘れられる権利っていうのをちゃんと管理してないと。 要はフェイスブックのユーザーが死んだ後それを削除するようなシステムができてないからいつまでたってもその人の情報がアップされ続けてるっていうのはそれはだめじゃんみたいな感じで結構 EU と揉めたっていうのがありますだから EU がこの個人情報のルールはリードしてるっていうのが実際のところかもしれませんあの今回ね、えー、それに配慮する形でこういった、えー、機微情報といったりするんですけどこんな言葉も知っておいていただくといいかな キビ情報と言ったりしますあんまり耳慣れない言葉かもしれませんがですここ10年ぐらいの本試験の問題でっていうならセンシティブ情報っていうので、えー、試験問題の中に出ていたこともありますセンシティブ情報も機微情報と同じようなものですとにかくあの、えー、それ知られたくないんですけどっていう情報ですそれちょっと知られたら困るっていうような情報ですねこれがあの 機微情報とかセンシティブ情報と言われるものも実際精霊の中では健康診断の結果とかねそういうのもあのあ例に挙がってます政令の中でそういうものを挙げられてます例えばあのメタボだと認定されたとかさそういうような話外資系の企業なんか入るんだったらそれでダメって言われちゃう場合ありますねあの外資系の企業であれば健康管理ができてないねタバコそんなに吸うのかとか あダメだなお前みたいな感じでそれで切られちゃう場合はあります。だからちょっと日本のね、えー、企業とはその辺の風土は違うところはあるみたいです。あの企業に入ってもしっかり向上する努力をしてない。 じゃあさようならみたいに言われちゃうんですってあの外資系の企業にお勤めの方がだから私行政処置受けるんですってね <laughs> 言ってた方がいらっしゃいましたああの俺頑張ってるよってアピールするために受けてるんですよみたいな感じのことを言ってて実際に受かったために昇進したっていうそういうようなもともと仕事できる人だと思いますよあの全く仕事ができない人が突然試験受かったからってそれで急になんかね支社長扱いとかに昇進することはないと思いますけど、まあ、そんな話もあるんだそうですね。はいで、えー でこのあたりの個人情報に関しては、はい、取扱いのルールもあります。えっとね、そもそも取得をするのに本人の事前の同意が必要だっていうそういうようなルール設定になってます。まあ、例外もいくつかあったりはするの。あのー、丸二番なんかはね。 これは別のテーマで従来からあるものですけれど人の生命身体または財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難だと、まあ、もしこれらの要廃路個人情報にあたるものが例えばあ病院側に伝えられないと本人の命が危ないとかなんとかって病歴とかだったらあるかもしれないでも本人は今意識不明の重体になっているなんていう時にたまたまその情報をレックが持ってる。 でレックとして持っているんだけれどもでも本人の同意を取ることができないから提供はできないでそのままその人がどん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 弱っていくのを見るっていうわけにはいかないのでその時は例外的に本人の同意なしに提供することが認められるっていうのがこれが ② 番の話のの話一つ想定されるケースですそれからあとはねあの憲法なんかで勉強する話とこう照らし合わせるんであればエホバの証人 輸血拒否事件なんていうのがありますよねエホバの証人の方は輸血を拒まれるということになりますそれはご本人の宗教上の信念ですから、まあ、それを尊重してあげなければいけないというのは最高裁判所の判決でも言われているところだったりはします。やはり選択のの余地は与えななななきゃゃいいけないですよねそ今今行方方不不明明じゃなくてて意識不明になっている方が は担ぎ込まれて家族とかその周りの同僚とかに、えー、エホバの証人の信者ですかって聞いたりする場合っていうのはまさにこの丸 ② にあたることになりますだって信条とかになるじゃない 宗教上の信条ってことになるからあの要配慮個人情報の一つに含めていいということにはなるんだと思いますからそういう宗教上の信念で輸血を拒否する人かどうかっていうのを本人に聞きたいけど本人が残念ながら意識不明の重体であるならば、まあ、その周りの人に聞くしかない知ってそうな人に聞くしかないっていうようなことになるそうすると病院側は本人の同意なく取得するっていうことが、まあ、できるっていう話になりますよねあとそれから ③ ですね。 えー、当該要配慮個人情報が本人国の機関地方公共団体放送機関など適用除外対象者その他個人情報保護委員会規則が定めるものにより公開されている場合って書いてありますが要はあのー、今ブログとかさフェイスブックとかツイッターとかインスタグラムとかいろんなものがあります自分の情報いいろいろ発信できますよねだから私は例えば車椅子に乗って生活してますとか。 私はこんな障害を持ってるんですということでそれをブログにガーンと上げてる方たくさんいらっしゃいますねその場合は別に企業がそれを見て情報取得しても、まあ、特に問題にはならない本人が公開しているものは本人の同意はいらないよというのがこの丸3のところの典型例の1つと思っていただくといいかと思います、はい、それから第三者提供も第三者提供も事前の本人の同意がなければ禁止です。 えー、第三者提供も事前の本人の同意がなければこれはやってはいけないことになってますだ、要配慮個人情報を持っているようなところ病院とかが多いと思います医療機関とかそういったところが外部に情報を提供するということは原則できなくなっています本人が同意した場合だけが唯一例外的に可能であるという話になるんだっていうまあ、そのルールも知っておいていただくといいでしょうねはい、このあたりあの用語の 内容が追加されているというところはあ要注意ということになりますか、はい、それから、えー、次のページですね個人情報取扱い事業者、はい、もう1点だけです個人情報データベースなどの方を先に見ておきますか上のスライドね個人情報データベースなどですここ定義は特に従来から変わっていません。ね あのー、個人情報保護法の場合はまずあ、これよくレックの例で、えーね、説明をしますが皆さんが先ほど出席簿にお名前を書いて担当者に渡した。 これがレッ c が取得した皆さんの個人情報ということになりますねで、その個人情報を例えばあ検索しやすいようにあの紙を50音順に並べ替えたとかあーデータベースの中に入力したってことになってくるとそれは個人データというふうに呼ばれることになりますその個人データの集合体が個人情報データベースなどと言われるようなものということになるんですねで、この個人情報データベースなどの中あの定義そのもの 1>, 変わってません1号がこれはまあ言ってみればコンピューターで作った場合2号は手作り、ね、あの手作りで一生懸命インデックスシールとか貼って50音順に並べ替えたとかいうような場合ですそしてですねあのこちらです。読むだけけででいいですけれど えー、利用方法から見て個人の権利利益を害する恐れが少ないねというので政令で定められるものというのが除かれることになりましたあの検索しやすいように編集して作ってあるそこに書いてあるような名簿ですね弁護士会名簿とか行政書士会名簿のような名簿はこれは個人情報データベースなどというようなもの から外してもまあ良いのではないか表に名簿として出版するようなものだし。 そそもそも外部に流通させることをある程度想定しているものだったりするので確かに簡単に検索はできますよね五十音順に並んでたり住所地別に並んでたりしてああこいつここの弁護士かみたいなのはパッとわかるけれどそれはあ個人情報データベースなどというようなものの中から外して要は個人情報保護法の規制から外してあげてもそんなに支障はないだろうというのがこれは今回の改正で入ったものだったりはします。 あの名簿業者の扱う名簿は当た,当たるよということも注意書きとして入れときましたが、これ外しちゃうとあの今回名簿業者対策っていうのがこの個人情報保護法の改正のまあ裏の目的の1個だと思います。名簿業者をまあ、潰してやろうとは思ってないかもしれないけれど、名簿業者を全部ガッと コントロールしていこうという思いはあるはずなので、まあ、それは当然、当たるということになるんでしょう、はい、それから個人情報取り扱い事業者これがね個人情報保護法の適用対象になるものでしょう、えー、こちらです従来除かれてた小規模事業者は全面的に対象になることに変わりました。 あのこれまで勉強されたことある方ね直近6ヶ月間一度も5,000を超えないような名簿の取り扱いしかないようなところは民間事業者は。 これは個人情報取り扱い事業者には当たらないっていうような話があったんですけどあれ、なくなりましただからあの年間で5人しか名簿を扱ってませんみたいなねあの全く流行らないお店みたいなところも,もう個人情報取り扱い事業者になるんだというそういうい話ですあの小規模なところまで全部義務を課してもそれほど大きな負担にはならないということが、まあ、これ、成功して10年間の運用の結果ある程度分かってきたっていうのが大きな理由みたいですね。 ままあまあいろいろてんてこまになったというのは施工前、まあ今年の5月30日前去年ぐらいからですかその対応を取らなきゃっていうんで大騒ぎになってたっていうのは中小規模の会社なんかで見られたようですけどね、はいそれから次また新しい概念です。匿名加工情報と言われるものですはいこちら あの特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人,個人に関する情報だあと当該個人情報を復元することができないようにするあのなんだ Suica とかでいろいろものが買えますね。パスもでも ICOCA でも何でもいいけどああいうものでピタパとかもあるんだよね。 あのどこだったかなピタパっていうのそういう名前のところもあのピタッと当ててパッといって通れるからピタパっていうですねもうすごい安直な名前を付けたところがあるんですけどまあまあとかねいろいろな名前を付けてああのまあ電子マネーなんかが入ったようなカードあるでしょあれって結局は購入履歴全部取れるじゃない全部取れますよね。あのご自分で出場入試退場入退記録も 取れるけれどあれ当然どっかでバーッとデータ吸い上げれば全部わかりますよね朝四十代の東京都在住の男性は朝ねキオスクとかニューデイズで何を買っているのかみたいなことをデータ化しようと思えばいくらでもできますねあのしょっちゅうやろうとして 日立とかなんかいろんなところでやろうとしてその度に、えー、個人情報プライバシーの侵害じゃないかって言って潰されるっていうのをずっと繰り返してきたのでなんだったらもうそれを1個ルールとして作っちゃってこのルール守ってればビッグデータとして活用して大丈夫なんだって話にしちゃえっていうことで入れたのが匿名加工情報っって言われるものだったりしますこれもまた、あのー、条文に合わせて1号2号あるの。 1>, 1号は個人識別符号は含まない個人情報ですですからおそらくこっちがメインなんだと思いますあのー、スイカとかパスモとかで吸い上げるようなものなどもそうかもしれませんがある程度ですね、えー、どういう人がどういう形で購買をしているのか買ってるのかってインターネットなんかでいろいろ買った場合なんかでもそのデータは取れますよね取れたものをまあ、個人を特定できない形に加工して なおかつもう元に戻すことができないようにした上で流通させるならいいですよって話です一、えー、号の方だと個人識別符号を含まないっていうのが一号の特色ですねだからあバイオメトリクス認証などのところに引っかかるようなものではありませんなので一部だけ削除しますイメージはさっき言ったけどあの。 神奈川県在住の30代女性みたいな感じまでに抽象化しちゃえば、もうこれで元に戻せないようになっているなら、特定の個人には行き着かないでしょ。神奈川県在住の30代女性はいっぱいいるから、誰のことかわからない状態にして、その人が1日何を買ってるのか、このサイトでどういうものを見てるのか、どういうものをどういう形でどういうページを見て、最終的に購入に至ったのは何なのか、みたいなことを全部データ化すれば、 あそれであ30代の女性で神奈川方面に住んでいる人にはこういうのがウケるんだあじゃあ、そういう品揃えにしようみたいなことはいくらでもできますね、もうコンビニでは一部、あのーね、レジで、えー、あこいつ40代みたいな感じでピッとレジのところを押して、ね、データを取るみたいなことはやってますよね個人の判断でっていうので、あのー、知り合いの人がです、ね、その何,何歳代って押しているのをちらっと見ちゃったみたいでね、あのー、まだ30代なのに50代ってとこ押されてすごい怒ってましたけどね。<laughs> そういうい場合ももあるのかもし れません女性だったんでね <laughs> 見るなよと思いましたけど <laughs> まあまあ向こうも適当に押してんでしょうからねあのまあまああんまりあのデータ当てになんないかもしれないけどでもまあそういう話もあったりはするじゃないそれもっと正確にやろうと思えばできるわけです。それを大量のデータでドンと 解析していけば、まあ、それこそ新しい産業を作るということはいくらでも可能ですねそのためのルールだと思ってください2号匿名加工情報の方はこれは個人識別符号が含まれるものということになりますだから全部を削除するということになりますか。 まだこれからという感じなんで実際どうなのかなっていう具体例はなかなかあれですけれど例えば免許証番号なんかを完全にもうダミーのものにしちゃう。ね、免許証番号があれば 個人を特定することはでできてしまうのでその免許証番号を123456みたいな感じのもうダミーの数字にしちゃってそれでその男性はみたいな形で、えー、処理をしてしまえば特定の個人に行き着くことはもうできなくなるでしょだからあの1号とちょっと似てくるところはあるけれど何歳代の男性だで免許証番号で全部それをバーッとかんあのデータを取っておいてその免許証番号を全部ダミーにした上で、えー、その残りのところの行動記録みたいなところをね、えー、ビッグで データとして使うっていうことは、まあ、これは2号匿名加工情報っていう形の運用になるんだと思いいます、まあ、いわゆるビッグデータというものを何とか上手に活用し問題が起きないようにしようというそういう狙いがここにはあるということですねだから当然それ集めたらさっきから言ってるけど大量に情報を集めてデータベース化したいですよね。 あの1人2人持っててもしょうがないんですよその人がすごい変わった40代って場合もあるかもしれないからあの大量に集めることで初めて平均化一般化されますよねだから、はい、下のスライドですが、まあ、あんまりうんそうなんだねぐらいだけど匿名加工情報データベースなどっていうものをなんか個人情報データベースなどと同じように、えー、概念とししてて導入してます言ってることは一緒ね。 あのパソコンで作ったか手書きで作ったかみたいなところで、えー、簡単に検索できるように匿名加工情報を整理したものってそんなイメージです。まあこれが流出したところで個人の権利にどうこうなることはあまりに。 心配はないようなもののような気はしますけれどやっぱりこういうものがあるんだそれからそれを扱っている業者を匿名加工情報を取り扱い事業者と言うんだみたいな話をしてこのあと出てくるんだけどあのいろいろな義務を課しておくことでより安心な状態を作ろうとしているというのが大きなあ特色になるのかなというところですね。ままずここまでが えー、いろいろあったけれど、えー、定義のところで個人情報の保護法の中で今までなかったような概念をいろいろと入れて、えー、新しいメンバー構成にしたものという話です。さてここから先ですが先ほども言いました第三者提供がやっぱりいろいろ問題があるという話をしましたね。あの第三者にに情報を提供するとき どこに行っちゃったかわからないみたいな状態になるのはやっぱりまずいそこではい個人データの第三者提供ルールの変更というものが、えー、大きな目玉として、えー、取り上げられるということになりますかねあの個人データっていうのはさっきの個人情報データベースなどの中に入った場合の皆さんの情報が個人データですだからより検索しやすい状態なのでそのままどっかに持ってかれちゃったら。 非常に皆さんの権利利益を害する危険性は広範囲に及ぶというそういうようなものですねさて、もともとそうですがオプトイン方式を取ってましたですから事前の本人の同意がなければ第三者提供はできませんあのそういう事前に同意をした人だけがっていうような話をオプトインというそういう言い方をします。 じゃなくて1回やっちゃった後に1回はやっちゃったもん勝ちなんだけど1回やっちゃったもん勝ちで後からふざけんなよって言われたらはいって引っ込めるのはオプトトアウトって言いますねだからそこの違いです。オプトイン方式って形で事前の本人の同意を要求するのはこれは従来から変わってません要配慮個人情報だともうそこで終わりって話になるわねえそれ以上はいじるなよって話になってきますがただ例外として同意なく提供できる場合ももちろんあります、ね でこの一から五は従来から変わってません別に新しい話ではありませんあの第三者の提供を利用目的とするというので例えばそれこそ同窓会名簿を作るような同窓会などはこれに当たりますよだって同窓会名簿は同窓会が取得するけれどそれっていうのは同窓会の会員という別の人たちもしくはその外部の人に名簿を渡す目的で作っているでしょ だからあのなんか、えー、同窓会名簿などを作ってる場合であるとかそれからよく例出てくるのは住宅地図みたいなのを作ってる業者さんね、えー、不動産屋さんが使う住宅地図なんかはその印刷業者というかね出版業者の方で個人情報を取得したら不動産業者さんに提供する地図を作って渡すって話になりますからこれはやっぱ第三者提供をもともと目的にしているというような話になりますよね。でそのの時にどんな内容を渡すのかか字だけとか フルネームとかなんかいろいろとその項目ですね住所まで教えちゃうとかいろいろあるでしょ提供の方法は結局ででととかかかさウェブでとかなんいいろろありますよねそれから「丸四のところが「えー、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止」「あの嫌だったら言ってください名簿から削除するから」みたいな話とか「住宅地図から名前消すから」って。 いうような話あれがここがねオプトアウトって言うんですこういうのをオプトアウトっていう,う,いうの,いうのね だ原則本人の同意必要だぜって話とはちょっとまたここは扱いが変わってきますもともと第三者提供を目的にしているような場合なので、えー、それは最初からそれがですねはっきりわかる状態になっているのであれば別にそれはそれで本人の同意がなくても構わないことになりますその代わり文句を言ってきた人がいたらパッと引っ込めるっていうそういうようなことができるようにしとけ。 まあ、あの住宅地図なんかだったら次の増刷の時には名前消しますみたいなね話ができるようにしとけって話です。に出回回ってるるものを回収するところままでは要求しませんそれやっちゃったらちょっと大変でしょだからそこはもう出ちゃったものは諦めてこれから出すものは消すからっていうような対応を取るっていうのがここのルールです。でそれができるるようににするためめは、はい、あらかじめ 1> 1から5ね今説明したこの例外のすぐ下ですけどあらかじめ1から5を、はい、本人に通知するかまあそれはさすがに面倒くさかったら本人が容易に知りうる状態に置けばいいです。要はあその会社のホームページの見やすいところでそういうことをちゃんと載せておいてずっとねしかもある日だけ載せるとかではなくて。 ずっと継続的に載せておいて確認ができるようにするとかっていうような、まあ、当社の個人情報の取り扱いについてはこういうような方針でみたいなことが分かるページを置いとけってうそういう話です。それれさえあればいいのよでそれさえあればいいっていうのが今までだったんですけれどどうもこのオプトアウトがあ形だけのものになってしまってうまく機能してないんじゃないかっていうそういう批判が非常に多くてですね、まあ、対応が遅いとか。 なんかいろいろなことが言われてたようですやっぱりちょっと、うん、しっかり監督しとかないとまずいんじゃないのって話になったようですこここれがね変わったの、えー、個人情報保護委員会に届け出なさいというのは今回新たに加えられたものですあのどういう形でその苦情を受け付けてどういう形で 引っ込めるのかまで含めてこの1から5、丸一から丸五の内容を決めてホームページ上に出すだけじゃなくてそれぞれ個別にレックはレックで個人情報保護委員会に届け出られたらこの個人情報保護委員会は公表すする義務がありま公表する義務があります。 個人情報保護委員会は大変ですよその各個人情報取扱事業者がどういう形で第3第三者提供のところを運用しているかを全部監視するっていうようなそういう権限と義務を与えられているっていう組織として今回誕生しているということになりますこれは今まではなかったようなルール作りということになりますかはいそれから下のところね 外国にある第三者への提供の制限です。ちょっと細かいところは今回は置いとくけど、原則として事前の本人の同意必要だよっていうのは知っててください。原則として事前の本人の同意が必要だということになりますか？ 外国にあるる第三者へ提供するだからレックの情報を海外に提供するっていう場合は本人の同意を必ず取りなさいまあ,あの23条1項各号以外は、まあ、23条のルールの適用はなくて本人の同意がなければだめだということだけで押し切ることになります23条1項各号というのは14ページに条文載ってるからちょっとそれのぞ、えー、いてください。 14ページに条文が載ってますのでそちら覗いてみてください、はい、14ページに23条第三者提供の制限第1項上がってますそこに関数字で1234って上がってるこれが実はあの本人の同意なく提供できるということを法律で定めている場合なんですねさっきの,あの住宅地図がどうこうという話ではなくて えー、あらゆる個人情報取り扱い事業者もこの1から4のどれかに当たる場合は本人同意なしに第三者に情報を持っている情報を提供しちゃっていいよっていうので2号とかを見ていただくと、まあ、これさっき別のところにも出てきた話ですが、まあ、中身は、ね、先ほど見ました、ね、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難だ。だっっててレッグが持っている データベースの中に入っている皆さんの情報ねままあまあ皆さんの情報というのはあんまりこれから先の事例だとよろしくないかもしれないから私の情報にしときましょうかあの突然、私がですねこの事業が終わった瞬間に燃え尽きて倒れてそのまま意識不明になってしまったああ、大変だ、えー、どこに住んでいる誰さんなのか病院に伝えなきゃいけない私の同意を取っている場合じゃない。 ね、過去の病歴があるなら「要配旅行人情報」だっていうのでさっき説明しましたがそもそもどこに住んでる誰なのかということを伝えなきゃいけないレックから病院に伝えるのは第三者提供になるじゃないレックの持ってるその所属する講師であるとか従業員であるとか皆さんの情報を外部の 別の個人情報取り扱い事業者に提供するというのは、第三者提供ですね。立派なね。それは、あの同意はいらないですよ。あの今にもね、もう、なんかもう、カタッとかなっている人に、本人の同意を取らなければ提供できません。みたいな話をするのは、うん、私も困りますよ。だから、それはね、やっぱり、あの倒れちゃって、意識がない以上は、まあ。 本人の同意なく行っていいんじゃないかって話になるよっていうような場面は海外の業者に提供する場合でも要は私が海外に行って倒れちゃった場合まあ行くことないと思うけどね飛行機乗れないからでそれはそれなんだけどあのね飛行機乗れないんですよもうねあの羽田空港のそばに行くとだんだん具合が悪くなるんですねダメなんですよだからこの間札幌に出張行った時 新幹線でいたアンド在来線で8時間かけていきましたからね、えー、福岡にも行ったんですけど新幹線で行きました、ね、全部全国新幹線今いいですね新幹線があるからねあの2030年には札幌まで行くそうですから。 ああもうそうしたらもうね行き放題その頃先生やってるのかなよくわかんないですけどまあまあそんな話ですねだからあの海外に行っちゃってそこで倒れた場合こっち国内から情報提供してあげてって場合は第三者提供になるけれどそれ向こうで意識不明になってるなら本人の同意なんか取ってる場合じゃないよねって話になるでしょそういう場合は適用対象外になるの同意はいらないよって話になるのは当然です。あとねこれ 認定国とか基準適合体制整備者といって、まあ、あの細かく言い出すとちょっとねもう時間的には厳しいのであんまりそれ以上は言わないけれどあの日本国内の個人情報管理のルールと同じぐらいしっかりした管理ルールを持っているというふうに個人情報保護委員会が認定した国に提供する場合は国内提供と同じようにしましょうというような話です。 そう思っててくださいだから、EU の加盟国なんかに提供する場合なんかであればまあね、えー、個人情報保護委員会が認定するまでもなく向こうの方が、まあまあ、向こうの方がしっかりしているというと怒られちゃうかもしれないけれどまあまあ、しっかりしてますよねだったらそっちに提供するときはある意味国内提供と同じルールで処理をしたらいいんじゃないだろうかだからそうじゃないなんか訳が分からない国に、ねえー、提供される場合です、これあの、外国っていうのは国交があるない関係ありません。 ですからあの北朝鮮みたいに現在国交がないような国家であってもそれは同じですそちらに提供する場合であれば本人の同意をしっかりとれと。 まあ緊急性がね高いようなさっき挙げた例ののよよううなななな場合ににたたるようなケースなど以外は本人の同意を絶対取れって話になりますただ相手の国の個人情報の管理の仕方が日本国内と同じぐらいだむしろそれよりもしっかりしてるっていうことで個人情報保護委員会が認定した国などに提供する場合は国内提供と同じだって話にするのはやはりグローバルな企業活動とかそういったことを考えた時にかえって足かせになるっていうことを 避けようとしてるっていうそういう話だと思ってくださいはいそれからこちら七ページの上トレーサビリティの確保追跡可能にしましょうって話ねトレーサビリティって言うとなんか供給病とかね BSE っていうのああいうようなやつの牛肉のトレードなんかだとトレーサビリティあの牛肉トレーサビリティ法っていうのがありますからだからあのどこを通ってどういうふうに牛肉が流通したのかっていうのを確認することで何か問題がある牛肉が出た場合に、えー、しっかりね大元までたどれるようにっていうルールを取ってるっていうのは実際国内でありますお米なんかもありますねトレーサビリティ法っていうのがあって、えー、やはりあのここイとか あ非常に古いお米を新米だって言って流通するようなことがあってはならないのでっていうのできっちり追跡できるようにしようっていうルールがあるんだけどそれと一緒です、もう本人の事前同意の取得を義務付けるっていうのはこれは第三者提供の場合の原則でしょそして提供元の事業者ですね、えー、提供元の事業者はきちんとどこに提供したか記録を作って保存する義務があります。ね だからあの名簿業者みたいなものを考えて名簿業者が第三者にその名簿を流すときにはそれは誰に流したのかってことはきっちり記録を取って保管しろということですそして受け取った側はしっかりそれ確認しろとどこからこの情報を得たのかってことを確認しとけって話になってますどこから情報を得たのかは確認する義務がありますそしして確認した記録の 作成保存義務もあります。だ実際あの嘘ついちゃダメですよみたいな話があ当然出てくるということになるんでしょうねこれね26条の2項なんていうのをちょっと見てみます十15ページから16ページにかけてまたがっちゃってるけれど26条の第2項というのを見ていただくといいですが15ページの右下一番下あたりね そこです全、はい、校の第三者は個人情報取扱事業者が同校、ね、の規定による確認を行う場合において当該個人情報取扱事業者に対して当該確認にかかる事項を偽ってはならないって書いてあるからだから確認を受けた提供元は嘘つくなよってことをそこで要求してるってそんなような話だと思っていただくといいですね。 これでしっかりあの名簿が流出した場合、一体そこからどうやってどう流れて現在ここに行き着いたのかが全部追いかけられるようにしようということをやることで名簿業者をコントロールするというのがこのルールの大きな狙いだと思ってください。はい、それから7ページののところでですす、えー、匿名加工情報の話なんですが えー、匿名加工情報の場合ですね匿名加工情報データベースなどを構成するものに限定しますここからの話はねデータベースなどに入った匿名加工情報です四十代男性東京都在住、うん、なんかね缶コーヒーは無糖しか飲まない データ1名みたいな感じだとあんまりそれは意味がないでしょう私のことですけどね, <laughs> もうね缶コーヒーであの砂糖が入ったやつは絶対飲まないっていうのはあのもうね、えー、おじいちゃんから教わったあの先祖代々引き継いでるものですからだからもうブラックしか飲まないんですけどまあそれはいいんだけどねあのデータベースでガッと大量にあるものであればやはりちょっとっていうので、えー、こういうような話があります。 適正加工義務と言われるようなものがまず課せられています。適正に加工しなさいということですかね。あの何をどう適正にしろと言ってるかって言うと、要は複製できない。復元できないようにしろってそういう話ですよ。適正に加工しろっていうのは復元できたら意味ないでしょ。 ね、いくらあ埼玉県在住の20代の女性がみたいな話になってたからといってそれは簡単に復元できちゃってああこの人ですねって分かっちゃったらそれは意味がないですからだから復元できないようにしっかり適正に加工しなさいそして、はい、安全管理措置何削除したのかどう加工したのかは絶対内緒にしろっていう。これバレちゃったらね あ,のあっさり今の技術だったらどっかの業者さんがあっという間に復元してあああの人のことですねって分かっちゃいますからそれはさすがにまずいのでこれはしっかり、えー、社内で管理しなさいそして匿名加工情報に公表義務なんですがあの匿名加工情報の中に含まれている個人の情報で、ね、表に出している情報として残したものは何なのかあ40代とかさあ千葉県在住とか。 そういうい話ですね、まあ、それも一応個人情報の一部ではあるでしょどこまで残したのかっていうのをちゃんと公表しろとどういう形で加工してるのか、まあ、あのはっきり全部表に出すわけではないですよね今4あの東京都在住の、ね、40代男性とか言ってるけどそれ企業の中で作ってるルールでそのルールに合わせて作ってるだけだから周りの私たちからしたらどういう形で匿名加工情報を持ってるのってわからないので。 どこまででをデータとして残してて残るんですよあの東京都都道府県までは残ってますよとか性別は残してありますよとか、ねえー、年齢は何歳代って形で入れてありますよとかっていうことはちゃんと公表しとかなきゃいけないって話になってます。もうこの辺はもう安心だね あのそういうことでむやみに心配する人が出てこないようにっていうそういう配慮が働いてると思ってください,、はい。第三者提供もそんなにすごい問題ではないかもしれないけれどでもやはり事前に提供する加工情報に含まれる個人の情報の項目などはきちんとこれは公表しとかなきゃいけませんどういうデータを外部に提供するのかおそらく匿名加工情報を作成するのを専門にする 分析会社みたいなのがあるはずなんですデータバンクみたいなああいうところが作ったデータをそれぞれの業界ごとにえどんなドリンクを飲むのかとか、ね、どんなあ肉まんが好きなのかとかあどんなものを買うのかっていうののその種類別に分けて細かくこうね有料で提供していくようなあそういった調査会社みたいなのは絶対出てくるはずです、まあ、今もあるでしょ。 だからそれが外部に提供する情報ってどのレベルで提供しているのかは公表しなきゃいけないし匿名加工情報だからねってことははっきり明確にさせておかないとまずいよねっていうのがあ第三者提供のの場合ルルーとということになりますあのまともに作ってあれば個人の情報が侵害されることはないはずなんですねないはずなんだけどでもやっぱりそのぐらいははっきりさせておくとより安心だよねっていうそういう話です。それから 裏のページの方に行きますとこれは当たり前だね是非、まあ、後でこの対応する条文番号を書いておいたんで後ろの条文ねあのそんなに難しい文言ではないですからあ照らし合わせて読んでいただくといいけど識別行為は禁止ですよ。ねえ何でもトライすればいいってもんじゃないですからだからあのちょっと復元できちゃうかどうかやってみるみたいな話であのやったら復元できちゃっても困るし。 で復元するようなことはやるなっていう話をもともとルールとして置いとかないとまずいだろうっていうことなんですね。 それからあとは、えー、匿名加工情報の適正な取り扱いの確保に必要な措置を自ら講ずるとかかつその内容を公表するというような話例えば適正な取り扱いの確保と言っているようなものの中で想定しているものというのは一つ挙げるとするととすすでね一つ例を挙げるとすればこれは。 作成とかその他の取り扱いに関する苦情の処理です。 作成その他の取扱いに関する苦情の処理のようなものはやはり、えー、しっかりルールを作ってこうやってますよってことを公表する努力義務ですね。ねえーまあ、行政手続き法とか あ現役の受験生の方はあまあ来年の試験に向けて努力義務にどんなものがあるのかというのは行政手続き法のところで異常に問題になるまあまあ,あのすでに受かってる方とかね受かってそうな方はあそうだったなって思っていただければいいようなものかもしれませんが、まあ、これは努力義務ですあんまりこれ何でもかんでも義務にしちゃうともともとそんなに個人の情報を害する恐れがあるものではないので。 ないのでそれを全部義務にするとかえって負担が重いっていうのはやっぱりちょっと配慮してあげたんでしょうね努力義務にとどめたっていうような扱いを取ってますあの下の8ページの下のスライドのね、えー、匿名加工情報取扱い事業者の義務というのでまたなんか丸丸 ① 丸 ③ 同じような話が上がってるでしょこれ今までと何が違うかといえばこの8ページの下のスライドは 自ら加工した業者さんは除きます自ら加工は除くって話になりますちょっと一言どっかね八ページの下のスライドに書いておいていただくといいけれど、えー、自ら加工は除きますだからあのデータバンクからこの ビッグデータを買った業者さんに課せられる義務っていうのものと、それからそもそもそういう調査会社が匿名加工情報を作って管理する時の義務っていうので、2つに大きく分かれてるの両方に義務を課しているって、そういうイメージです。まあのデータバンクの方だけに義務を課せばいいってものではないですよね。こちらはあの画面集の7ページの下から8ページの上は？ まあ、ああいわゆる調査会社データ調査会社などがああ匿名加工情報を作っていくきに課せられる義務でそこから買い取った一般の企業さんとかが。 じゃあどういうような形でその買い取ったデータを管理すればいいのかって言った時に8ページの下のスライドのようなまあ一部抜粋みたいな感じになってますよね同じような義務が課せられてるんだってことはやっぱり分かっててください。あの ③ なんかを見ると同じですよこれ取り扱いとかの苦情の処理などについては一般の業者さんの方に苦情が来る場合もなくはないでしょうから。 ということなんですねいろんな形で苦情が来ちゃうことはなくはないでしょ。ということですよ。はいそれから9ページの上のスライドですか、まあ、個人情報保護委員会の権限の拡大というのでね日本はどっちかというと縦割り行政ですよね。 だからこれまでも個人情報の管理っていうのはもう各省ごとに全部担当分野に分けてやってきたっていうところが現実的な話だったようですだけどそうすると海外と対応しなきゃいけないとかなんとかってなった時にこれ日本の最大の弱点ですね窓口がどこだかわからないっていうで結果的に各省を全部根回しした上でないと一歩前に進めないからあの条約なんかの締結なんかでも 実際それ批准するのが日本だけ遅れるっていうすごい日本がみんな頑張ろうねこの条約作ろうねとか言ってたはずなのになんで国内批准遅れるのって言われたら縦割り行政で全部の省の間の調整をした上で国会に出したりするのでまあ、それで遅れるっていうのはもう本当によく言われていることなんですねあの EU だとこれプライバシーコミッショナーっていうようなあ役所があるのよでプライバシーコミッショナーっていうような役所があってそこが例えば Google と 直接対決するとかフェイスブックと直接対決してで、えー、お前たちの情報の管理はなってないじゃないかみたいなことを言っていくという形を取るんです、EU を代表するその個人情報の責任部署みたいなのがあるだったら日本もそれを作ろうというのがこれが個人情報保護委員会です日本版プライバシーコミッショナーというそういうような言い方をする場合もあるようです。 日本版って好きだからねあの海外から持ってきたものを日本版って感じで打ち出すのは結構好きですからまあまあそんな話でね丸一のところなんだけど権限拡大ですえ報告はもともと各大臣が報告求めることできましたベネッセさんの情報を流,流出したときは経済産業大臣が報告求めてますそれは今回から個人情報保護委員会の権限に変わりました そして今までなかったものが加わりましたはいこれです立ち入り検査権限ができました立ち入り検査権限ができましたそしてこれ報告も立ち入り検査も両方ですけれど違反した場合は罰則があります立ち入り検査にも罰則がありますちょうど川崎民生事件とかね えー、行政法とか憲法で勉強するけれどいわゆる間接強制調査です間接強制調査これ行政調査なんで行政調査の中でも間接強制を伴う調査というものの具体例の1個。 だと思ってください、えー、断ってもいいけど断ったら罰則があるからねっていう形で実質断れないようにするっていうそういうようなやり方を取ってきますあの税務署の質問検査権みたいなイメージだと思っていただくといいかなというところですねそれから、えー、勧告命令とか指導助言も今まで各大臣に帰属していたものが全部個人情報保護委員会に 帰属することになりましただから個人情報保護委員会は大変ですよねいろんなことやらなきゃいけないってそんな人数いないのにっていうような負担が出てきますまあ、なので報告とか立ち入り検査に関しては、えー、事業所管大臣に権限委任っていうことができますこれ丸 ① の最初の矢印の2行目1行目の終わりからかな事業所管大臣に権限を委任できますこれ行政法で勉強する権限の委任ですよ権限の委任っていうものができます もともとその業界の業者さんに対するさまざまなあノウハウですねアプローチの仕方とかはその各省の方が持っている場合が多いので個人情報保護委員会人員の限界もあるしやりきれないところがあるからもう大臣に委任しちゃってそこから立ち入り検査権限させるあの個人情報保護委員会は都道府県とか市町村に支障はないからね支障はないですから。 あの各省だったら、それぞれ各都道府県市町村に出張所みたいのがあるから。だから、きめ細やかに立ち入り調査を実施することが、むしろできるんですね。だから、権限を委任しちゃうっていうことをやってます。はい、そして、下のスライド。はい、個人情報データベースと不正提供罪が新たに作られました。もう、そこに書いてある通り、大した罰則ではない。 1>, 1年以下の懲役または50万円以下の罰金あ払うよって言われちゃったらそこまでですね50万でしょ払うけどってもう今日払うけどって言われたらなんかああそうですかって話になっちゃうような感じだけれどただやっぱり今までこれすらできなかったので個人情報データベースを外部に 要はそこの従業員などが外部にこれね10万で売ってあげるみたいな感じで、えー、外部に流出させるってこれが一番あのー、業者さんの個人情報流出の案件で最も多いパターンですだいたい内部の犯行です外からハッキングされて漏れるなんてことはそうそうなくて まあ,あヤフーなんかもね個人情報がダーンと出ちゃったことありますジャパネット高田も出ちゃったことありますまあやはりベネッセさんが結構でかかったかもしれません JTB も出たわねであの辺全部内部の犯行ですよ内部の従業員の誰かがお金目当てで外に売っちゃったっていうそれを一定の範囲で罰するってことが初めてできるようになったのだってあのベネッセさんの時も不正競争防止法とか違う法律の形で摘発してんですよ。 あの個人情報保護法違反の罰則はないというのが今までの内容だったからそれが180度転換されたというのはこれは非常にえ大きいものというふうに思っていただいていいと思いますただその割には罰則が軽いっちゃ軽いですねもうちょっと重くてもいいんじゃないかなというかこれじゃあの抑止力にならないんじゃないかなという疑問はなくはないですね。はい、それからあとは最後グローバル化への対応です はい先ほど、1の6条の話はお話ししました、丸2番の外国への第三者提供もお話はしたかと思います、丸3番、えー、これね、海外で個人情報を使う場合、REC が外国で皆さんの情報を使うとかあー、どっかから買ったビッグデータを海外で使うとかっていうような場合ですね。でですののこちらの 記載の中の、えー、丸3番の2行目の真ん中辺りからですか外国において当該個人情報または当該個人情報を用いて作成した匿名加工情報を取り扱う場合です。外国において使うっていう場合にはいがい適用が認められてますつまりレックが海外で皆さんの情報を何らかの形で利用するとかっていう話が出てくるとか。 あ皆さんのね、えー、情報を匿名加工情報にしてデータベースの中に入れたものを海外で使うっていう場合はその海外で使ってる話についても個人情報保護法が及んでくるっていうようなあの普通通常は国内で通用するのが属地主義と言われてね 日本国内で通用するのが法律の原則になりますけれど域外適用ということができるように変わりました、まあ、これは非常に大きな話ということになりますかあとは、丸4で外国執行当局これは例えばアメリカの連邦取引委員会みたいなところですアメリカの連邦取引委員会のようなところですねそこに対していろいろと情報提供をして連携していく。 だから個人情報の流出がやはり国際化しているのでそれを外国のいろいろな個人情報を取り扱っているような部署と連携して対応するということができるようになっているということそれから、丸5番もこれ国外犯処罰できるんですよっていう話になるんですねだからデータベースを持ち出して海外に売っちゃったなんていう場合もそれもやはり、えー、当然。 処罰ができるるというようよなな話になってくるんだ、ということですあのグローバル化への対応というのはいろんなところにバラバラに入っているんですけど実は今回の改正で大きな目玉の一個になっているということなんだそうですね、まあ、個人情報の管理は国際的に扱っていかないともううまくいかない時代になってきているということなんでしょう。はい、というので えー、今回、ですねまあ実はそれ以外にもちょっと、ちょこちょこ変わったところはあります。ただ まあまああのひとまずねどこが変わったんですかって言われたときに一ページの最初のところに上がっている項目がこの辺変わったんだよねっていう話であとはあ皆さんのところでねそれぞれの状況に応じて、えー、また学ぶなり本を関連の本を読むなりした時のその目安として使っていただくと良いのではないかなということなんですねまあ、もしくは後ろの条文なんかを見るときに参考にしていただければいいだろうということですはいというので今回ですね約80分ですかあ近くお話しして できましたが個人情報保護法改正無料公開開設講義ですけれど以上で終了ということにしたいと思います。それれでではお疲れ様でした